ただ乗り換えればいいんだけど、どっから乗り換えれるの？ここでか、竹原な、橋本方面な、これで乗り換えができるんですね。よし、ありがとう。あ、こっちも出入り口あるんや。で、橋の方を行きば、あ、微妙に分かれてるんだ。こっち、あ、こうか。へぇー。あ、こっちから出るでしょ。あ、で、これ新橋の位置ね。へぇー。端っこにはなってないのか。カーブになってるからちょっとホームの間だけ気をつけなかった。55分、あ、もう出るじゃん。なるほど、あ、混んでます。さてと、着いたね。新橋前ってことでね。よいしょ。これからまた降りて笠松の方に行くと、で向こう側が岐阜橋前新幹線の駅ですね。ここはこんな感じなんだ。左でも左の先にこれがあって、こんな感じで来たのですね。ターミナルと。いやでもこっからなんだよな。もうね、17時19分でしょ。一旦下に降りて実際方面にショートカットできて、車だったら早いんですけどね、橋間から微細って。なのでストンと行けたら苦労しないというか、玉乗りがなければ雇いとかねに行くんだって。本当新幹線乗ってもらった方が早いのは早いんですけどね。乗り換えが悪いですね。一回どうせ下に降り合ったから、ね、結構高いね。新幹線バスに合わせたら、ね、切符はこっちだね。さあ、どこで来ました。駅前だけ見ると結構立派な駅に見えるよね。てか新幹線駅だから、まあ、立派は立派なんですかね。16両編成対応ですかね。東海道新幹線ですからね。でも結構建物できましたね、うん、こうやって見てみると、うん、以上ずっともホテルしかねえんだよ。特に時空とかもないし、冷えてきたしな、どうしような。これ玉の湯の方行くバスとかあったらいいんだけど、ないんだよな。電車もほとんど通過ですからね。さあどうしようかな。特に何もねえんだよな。今22分でしょ。もうすぐに折り返していた方が良さそうだ。次何分？あ、もう今出てったか。もうすぐ折り返して21分で折り返してったのか。いや次36分か。まあそれはまで。
ピッタイチ歩くほどの時間もねえからな。ちょっと駅前で食うとか探すか。バス停止めちゃダメだな。これで行くか。すみません。これってどっちの方行く？ああ、左だけだもんな。ハイブスとかあったもんな。なんかなんかあるかな。でもホテルしかねえんだよな。飲食店もない。奥まで行ったら何だったっけ、コストコかなんかはなんかでっかいのがあるはずですけど、車でないといけないようなとこだしね。で新幹線切符売り場があるけど、一応お土産とかあったうちで行ってんの。ここは配送電池です。ダメ、ここでまあ大体30分に1本か、長い店にやったらやっぱこっちの方が早いのは早いですけどね。デフマートに何か映るかな。まあいいや、1分には4つから1分には食えばいいか。五平餅あるんだ。あ、冷凍販売のね。へえ。さデフマートでとりあえずおにぎりとね、リボーデを買って、まだまだちょっと先ありますからね。玉の井が遠いんだよな。最悪タクシー使うのが一番早いんじゃねえかな、玉の井なんて。とりあえず飲んで気合い入れて次の電車を待ちましょう。しんどい。さあ、どん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 通過してきますね。ああ、新大阪まではバンバン走ってますもんね。さあ、じゃあ、続いてね、また笠松から移ってきますけど、もう一宮までもう神田回さないかもな。それで行きましょう。